青い、や、むにゃ、青い。かあ、まるまるまる、な、なんて言おう。まるまるまるが転んで葵の胸を思いっきりわしづかみしたというシチュエーションで誰がなんて言うかを考えるすれです。すぐに、やっぱ、わや。ストレートな感想で草。同性もありなら、ボタン、あ、ごめん。自分の胸を触る。ボタン、負けた。性別は指定してないので同性でも OK です音符。葵も小さいけどあるのが良いんだ。っていう、年上の私よりあるってどういうことよ。父もぐよ。ペパー、わー、すまねえ葵。てくっそうるさそう。その日の夜、小麦粉と水を練って葵の胸の柔らかさを思い出すのかな。食べ物粗末にできないって思ってるなら粘土で代用してそうだ。ペパーならパンにして食べるよ。カキツバタ、すまねえな、兄弟、しかし意外とあるんだな。そして税優に聞かれてて DD ラリアットを食らう。カキツバタ、そういや前に太郎の胸に事故で触っちまったことがあったけど、あの時とは感触が全く違ったよな。あ、太郎のはパッドか。どうどさ。カキツバタ、そういうの良くないと思います音符。メモ、ごめん、事故とはいえ触ったお詫びにバトルしよう。ちりちゃん、うらやま。安サダムのネモさ。おもだか、これは失礼。しかしパルデアの未来は明るそうで何より。パルデアの未来と書いて葵の脅威と読むのかな、トップの発言。なんじゃも、おう、まだ10歳でこの感触、将来は僕みたいに大きくなること間違いなしだぞ。あらす、あった、サンドイッチ食べたい。あらす欲望に忠実だなおい。グルーシャ、小さいネマはその分育てがいがあるんだけど、グルーシャ最低だな。ピーニャ、僕は葵くんになんて悪いことをしてしまったんだ、オーズ。襲名殿、このしれしゃが、断じたるもの、そこは喜べ、うらやま。米印背後にビワネが笑顔で仁王立ちしている。絶対に目が笑ってないだろうな。しかもわざわざスターダンボス時代の姿になって。襲名、葵伝のゴミこと胸、この手にだけて眼福でござる。めっちゃいい笑顔。ハルト、また新しいブラ買った？またってことは何度か揉んだことがあるのかよ。兄弟間でデリカシーが死滅してるから。ハルトのお金で高いやつ勝手に買うからかもしれない。肌、胸筋が足りていないようだな。トレーニングだ。ミモザ、いや、違うでしょ。ミモザ先生、葵、ブラのサイズ合ってないと思うからちゃんとお店で正しいサイズに買い替えた方が良いよ。こそこそ。リップ、この年で、これほどの美の素質、将来葵ちゃんにみんな釘付けでミツグくんがたくさん現れるわね。リップ楽しみ。青木、辞表を出してきます。はいだい、うおー、ないんだい、申し訳ないんだい。桃はろう、桃は青パイのこの柔らかさを毒持ちに活かせば、みんなキビキビできるもう。オーガポン。無言ごっごっご。桃はろう、ああ、葵なんか変な悲鳴あげてる。いいネーム、ヌンダックル。どうしやす？マシマシら、マシッケ桃様の自業自得でさ。キチキギス、キチ、関わらないのがキチでしょ。桃はろう、もげえ見捨てないでー。ねりね、ふむ、葵のバストサイズはおそらく、むにゃむにゃ。葵、あわわって言わないで。スレ主さんからしていないけど、いくつぐらいあると良いですか？75前後って感じですかね。10代でむにゃって効果音が出るくらいだし。テラパゴスの力で現代に現れた普通博士。葵くんは主ポケモンが食べてた秘伝スパイスを食べてきただろう。未来の葵くんは今よりおっぱいがさらに大きくなって主かし人々を困らせている。つまり先般はペパーだ。コルサ、アバンガルド頭真っ白。オーガポン、プニオー。葵、なんかいつもと声違くない。発作、大至急、リーグとアカデミーの辞表を提出し、里を継ぐことにします。ライム、このライム様の胸を代わりに貸してやんよ。それでお互い様ってことで CV 木村すばる。ポピー、葵お姉ちゃんのお胸、ジリちゃんと違ってプニプニですの音符。ジリちゃん泣いてまうで、だぁ、おもだかもう泣いてますよ、辞表2枚持ちながら。トップの持ってる辞表もしかして発作さんのかな。レホール先生、うっとう、この大きさ、この柔らかさ。貴様のおっぱいは昨日より一層素晴らしくなったな。むにゃ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 。比べる校長、今のご時世、同性間でもセクハラは訴えられますよ。赤原も認められるかもしれませんね。レホール先生、ち、赤原。アカデミックハラスメントの役、赤松、うわぁ、本当にごめん。怪我はない。え、赤原って俺がセクハラしたって意味？事故なんだよ、信じてよ。コルサ、アバ、いや、まず謝罪をするべきだったな。許してほしい葵ラルド。赤松くんバカかわう。だろ、そういう声良くないと思います。メロコ、葵とぶつかってから、オルテガのやつ何も言わねえでぼんやりして。どうしたんだ？犬ヶ谷、ボッチャマは、大人の階段を一歩登ったのでございます。はい、あいつ女なのか、いや分かってたけど、女なんだな、みたいな顔に見えてくる。苦情はトップにお願いしますね。過労でよろめいた青木さんの悲痛な言い訳。おもだか、却下です音符。
なんでその年で隆起しとんねん。葵、チャンピオンなので。逆になぜチリちゃんはその年で陥没してるんですか？その後、チリちゃんは腹いせに鉄の茨相手にボディプレスをかましに行った。これを見たパラドックスポケモンらは大穴から出ないことを決めた。結果、葵のおっぱいがパルデアの未来を救ったのだった。パラドックスポケモンたち、何あの兄ちゃんコッパ、地上にはデンドコ、あいつ偉大な牙鉄の輪立ちが出て行ってから戻ってきてないが、あの兄ちゃんにやられたんだろうな。陥没はしてへん、地ならししただけや。チリちゃん陥没乳首だったのか。レポート書かなきゃ。次はハルトくんバーをやってみるかな。〇〇〇が触れるのはもちろん、男の急所であるあれを。ただ三つ悩みが、ハルトくんの触れられた時のセリフと効果音なんだよな。女性キャラは絶対顔真っ赤になるな。集中線葵、畜生、同じ葵なのになぜこうも胸の大きさが違うんじゃ。葵は葵でもその葵かよ。ペパー、なんで葵が二人いて、葵が葵の胸もんでんだ。意味不明ちゃんだぜ。おっぱいが偉大な葵と鉄の葵。集中線葵やハルトがいるって平行世界の存在が実証されたってこと？ならボンキュッポンのムチッムチッとか効果音のついてる葵もいるかもしんない？うひゃー、おらすっげーワクワクすっと。ここまでの流れ。二人も辞表出したからパルデアリーグを壊滅させ、嫉妬したチリちゃんによってパラドックスポケモンらを恐怖させ、健全な青少年たちを悩ませ、時に戦争され、人々を混乱の渦に巻き込む葵パイ。さらには平行世界の自分まで引き寄せてしまった、普通博士の予言する、パルデアを己が支配する未来は避けられないのか？どうする葵パイ？ムチムチ葵ちゃんとか転んだ人をその実った胸で受け止めそう。